はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の英語シリーズ第3弾やっていきましょう。で今回問題4問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分がまあ解説しながら答え埋めていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。 それじゃあ画面下げますので、お待ちください。よ,っよった。お、なかなかいい感じじゃないですか。よっしゃ、じゃあ、やっていきましょう。で、今回もね、えっ、ー、と、私の地元の群馬県の新聞社の上毛新聞社さんから問題提供していただいております。ありがとうございます。助かります。ではですね、まず一番二番、あと、なんだっけ、問題用紙の方だと四1 1、四角一番の位置四角二番の位置になってるんですけど、一応1、一、二、三、四の連番にしちゃってます。 で、まず上二つに関しては、えっと、意味が同じ内容になるね。そ書き換えの文の問題と。じゃあ、まず上の文やっていきましょう。えー、まずこれが、He had an English book in his bag と書いてあります。で、まずこのね、意味を捉えないと書き換えができないので、意味の捉えから行っていきましょう。まあ、主語は He なので、彼は。で、h a d ちょっと細かくやっていきますね。まずこいつ。h a d に関しては、 えー、ハブの過去形です。ハブの過去形ね。ってことで、持ってたわけです。持ってた。何持ってたのって、an English book. まあ、一つって意味だね。まあ、一冊の英語の本です。つまり、彼は一冊の英語の本を持ってましたと。で、最後に、in his back。彼のバッグです。彼のカバンね。in はほにゃららの中になので、彼のカバンの中に、まあ、ちゃんと訳すとね、 彼は彼の鞄の中に一冊の英語の本を持っていましたってなるんですけど、まあ単純に言うと彼は鞄の中に英語の本が一冊あったよっていう話を。そんなきっちり訳さなくていいからね。じゃあ、それを書き換えていきたい。で、ここでちょっと大事なことが、まあ最初がね、まあこの部分が大事なんだけれども、後ろの、ここ、an English book in his b a o k に関しては同じなんだよね。 にここは作用されてないので単純にこの括弧はず「カッコ」「ずこの部分だけで勝負がしたいとで先に答えを書いてしまうとゼゼアアが入りますゼアで今、えーまあ、ねこの,この瞬間で失敗したなと思ったのが今回から「 一問あといつも答えを書くときに赤青って交互に書くんですよ数学とかやるときにねだから青あ赤青赤青って書こうと思ったで赤の時は解説を青にしてってこう交互にしていこうと思ったのに早速間違えましたねすいませんで今回のポイントとしてはこれ「t h e r e で一番基礎的なちょっと説明からいきたいので「i s で書かせて「t h e r e i s でこの「t h e r e i s でほにゃららがあるこれ中1で習います 指導要領が変わってなければ。あ、みんなが見てくれてるときにね。there is. で、ここは、もちろん there are が来ることもあります。there is, there are です。で、何が違うかっていうと、there is のときは、単って書いとこう。単数。つまり、一つのものです。一つのもの。で、there are、こっちでやるときは、複数。つまり、二つ以上のものがあるときに使います。 ほにゃららが存在する、ほにゃららがありますよっていう時に使うのが there is there are です。いいかなまずこれを覚えて。ポイント。で、でよ。で、大事なのが今回ね、聞いてるのがこいつです。今回は、まあ、そ提供してもらった問題そのまんま出したんですけど、自分だったらね、自分だったらおそらくここもカッコにします。こうやって。まあ、引っ掛けたいからね。何かっていうと、今回は he had。つまり、 上の文では過去形なんです。持ってた。まあ、カバンの中にあったって言いたいんだけど、上の文では過去形の話をしているので、当然書き換えるときも過去形にしなきゃいけません。で、まあ今回はわ s をね、書いてくれてる。今言ったのは、their i s t h e r e are はほにゃららがある。この B 動詞の部分を、わ s とかは、ちょ、こっちに書いちゃうね。は、これは R の過去形です。 にすることによって「t h e r e w a s t h e r e w e r e にするとほにゃららがあったになりますあったこの B 動詞をいじることによって現在形とか過去形をコントロールすることができますこうやってねまあ時勢を合わせるってやつ時勢って過去とか未来とか現在のことこれを合わせにいきたいだからこうなってます、まあ、今回はねここわず関係なかったんでなってますけどもし カッコになってた時に、あ、ホニャララがあるって、there is だったなって勢いで there is って書くと、罰を食らうっていう。気をつけてください。で、すげえ細かいですよ。すげえ細かいんですけど、もしこの元々の文がね、元々が、an じゃなくて、english books。つまり、まあ、to とか入れようか。to english books。2冊の英語の本みたいな、こっちもね、なってた時は、was じゃなくて、wa になります。複数だから。元々が a、複数はああだからね。 あーを使わなななきゃいけないけかららその過去形ににすするんだったらわーになりますよみたいなだから今回この問題のポイントとしては there is, there are, このポイントを覚えるっていうところとこの be 動詞をコントロールすることによって単数複数なのかあとは現在過去っていうコントロールができるっていうところを覚えてください,い,いかな。では2番いきましょうえ !2 番は「カズキ i s n t as tall as y u j です。 でまあ変わってないんだねここはねでここは入るとでもこの上まずポイントとしては逆でした「あず」「ほにゃららあず」「A」にしとこうかいこれあ「あずあず」ってやつですねあの比較級とか最上級と大体セットで習う並びでねでこれの意味が「A」と「同じくらいほにゃらら」です 今、通る。まあ、これ、身長、背の高さですね。だから、もし、as, t a l l as, a まあ、有事。今、a が有事になってるんで、ここちょっと隠しますね。as, t a l l as, 有事ってなると、有事と同じくらい背が高い。まあ、身長同じくらいですよっていう話になります。これが、as アズです。で、厄介なのがこれ。よく出てくる。not, as, as。否定文の方。今回使ってるのは、not の方なんでね。not, as, as。 これがですね、意味が結構変わります。これは A ほど右側入ってるだろうか A ほどほにゃらではないあとちょっと下げますごめんなさいね A ほどほにゃららではないですつまり今回はカズキ is not ノットあね not as tall as u s u です もし、ちょっとしつこくてごめんね。n o t がなくて、かずき is as tall as ゆうじだったら、かずきはゆうじと同じくらい背が高い。つまり、まあ、かずきとゆうじの身長同じくらいだよって話なんです。けれども、かずき isn't as tall as ゆうじになると、かずきはゆうじほど背が高くないんです。いいかずきは 有字ほど背が高くないちょっと日本語の問題なんだけどどっちが背が高い声大事よ。カズキは U 字ほど背が,高くたか背が高くないと。だからこれで、まあ、日本語判断になるけどカズキの方が低いんだよね。U 字の方が高いことが分かります。この文から。いいかなもうちょっと赤と青のがお茶おちゃになっちゃったらごめん。ちょっと徐々に調整していくわ。していくわ。 で、これを、まあ、かずき isn't 変わってないので、こうやって書いていきたいと。で、意味としては、かずきの方が低いよって言いたいんです。で、このあずあず文、あのこれ、not あずあず文に関しては、よく比較級で書き換えられます。ほにゃららほどって言いたいからね。どっちがって比べるときは比較だから。なので、かずき isn't のあと、いずんって否定文になってるから、かずきは、まあ、有事よりも背が高くありませんって言いたいの。 かずきは、有事より背が高くありません。こっちの方が低いからね。背が高くないって言いたいから、答えとしては、背が高いは通るです。ただし、比較級は、er がつきます。er。で、比較級は絶対に覚え方としては、er ザンね。つまり、かずき isn't taller than 有事です。er プラス、 ザンでこれで比較級が作れますちょっと比較に関してはあの動画のリンク貼っておきますね右上のびっくりマークかあの下の概要欄にねでこの問題はちょっと厄介で実はこれ「一輝」「イズこうなってる場合もありますきっと出題のされ方として「一輝は有事よりほにゃららです」と。 でこれは日本語をひっくり返す必要があってこの文だったら今書いた文ねこれは「和樹は有事より背が高くの」とかがあるからねありませんなんだよだから意味が通じるでもイズの場合は何て言えばいいかっていうと「和樹は有事より背が低いです」って言いたいの「背が高くありません」じゃなくて「ありません」が使えないからね「な」ってかないから 背が低いいいですって言いたいそうなった時は背が低いはショートなんでショーターザンユーゼィみたいなこんな書き方をしますこれはちょっとカッコねあのおまけねいいかな <laughs> もう本当にちょっとね申し訳ねえ <laughs> これ切っていくわよいしょちょっと長くなりましたけどじゃあ3番いきましょうで次はまあ日本語に合うように入れていこうっていう話ですで We ほほににゃゃららほにゃらら had dinner. で、私はもう夕食を食べましたとしたい。でもここでキーワードはこいつだよね。もう。もうほにゃららが終わりましたっていう。終わったよ。完了したよっていう。だから、中3かな今は。習う。現在完了形ってやつです。現在完了ね。 自分が教えてた頃は中3の最初に習ってたんですけど、現在完了で、作り方まず覚えましょう。現在完了は、ハブプラス過去分子です。ちょっと子供の頃入ってたらごめんね。今下で騒いでるから。ハブプラス過去分子。これが現在完了です。いいかなで、まあ、現在完了っていうのは3つ使い方があります。で、そのうちの1個がほにゃららし終わったっていう完了を表してる。まあ、今回それを使ってるんだけども、 まずももううですもうこのもうを表す単語がえっと抜けてない a l r e a d y です a l r e a d y 覚えてねもうは a l r e a d y なんですでこの a l r e a d y の使う場所が大事でこれはねここに入りますつまり have already 過去分詞となるんですだからもうこれがね もう夕食を食べましたってああ現在完了言いたいなしかも「もう」があるからオーレディ使わなきゃなって思うわけよ解くときにで確認していくと主語はある私あごめん私たちはのたちが抜けましたごめんなさい <laughs> 私たちはね主語の私たちになってるとだから次は動詞だからハブが来るよね動詞というかあれを現在完了を使いたいからハブが入りますで普通はハブプラス過去分詞なんですよでも過去分詞はここでも使ってるん あるちゃんとで何が入るかっていうとさっき言った「already」があるので「We have already had dinner」ってやれば私たちはもう夕食を食べましたというふうになってこれで完了となります。えっと、現在完了も貼っておきますで多分えっと一応どうしようかな「現在完了3本あるんですよ」使い方がお主に3つあるんで有名なのからで全部大事なの全部大事。 だから、えっと、一番最初の動画貼っておきます。リンク。多分それが見てもらえれば、横んとこに次がさ、あの、現在完了0二とかも出てくると思うので、そこでチェックしてください。いいかな。で、ラストです。えー、っと、ほにゃららほにゃらら。You come with me. 私と一緒に来ませんかっていう。これ誘ってるんですよね。まあ、提案ってやつよく言う。提案。ほにゃららしませんかって。 で、この、ほにゃららしませんかの言い方はいくつか習います。はい。で、これきっとね、教科書だけでもいくつか載っているし、みんなの学校の先生が、たぶんプリントとかさ、まあ、授業中に先生がさらさらさーって書くかもしれんけど、ま、あ、いろいろあるんよ。で、結論から持つ答えからいこう。今回のね。で、今回の答えは、ここに U があるんでね。それに合わせて、Why don't you?Why don't you come with me? って言います。この、 あいいか、こっちに書こうか。めっちゃ騒いでんなどう。マイク拾ってんのかなちょっと分かんないけど。Why don't you? ほにゃらら。まあ、動詞の原型くるんだけどね。今度はカムが来てるから、これ動詞の原型ね。Why don't you? ほにゃらら。っていうと、ほにゃららしませんかって提案するやり方になります。まずこれ一個覚えてください。あれが We になることもあるね。Why don't don we? Why don't we come with me? まあ、come with me の時はあんま言わないかな。まあ、why don't y いうのがよく出てくるので、まずこれを押さえると。で、他で言うと、ちょっとニュアンス若干ずれる印象あるんだけど、レッツもそうだね。レッツ、come with me。私は一緒に行こうよみたいな感じ。どっちかというと。ちょっとノリノリな感じだね。で、あとは、下入るからもう一個いける。How about? How about で、How About ちょっと気をつけなきゃいけなくて、後ろに動詞使うときは、ING になります。同名詞ってやつですね。だから、How About Come 今使いたいんで、How About Coming With Me みたいな感じ。そうすると、私と一緒に来ませんかみたいな、誘うというかね、提案になりますので、で、まあ Shall We とかも多分習うと思うんだけど、個人的には、今は多分この3つを押さえとけば、まあなんとかなるかなっていう感じです。 まあ、いっぱい覚えていて損はないんだけどねちょっとごめんまたクエスチョンマーク書いてあるんで失礼いいかなまあひとまずこんなところを押さえておいてくださいということでね結局板書ちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃいましたけどまあ4問だけなんですが非常に有名な問題ばっかりです、ね、あの覚えておいて損がある損はない問題ばかりなのでぜひね復習してもらって一回ねあとで今日じゃなくて構わないから明日とかあさってとかに動画また最初から見てもらって一回やってみてください で、まあ、紙とかに書かなくても頭の中でねそのくなんだ最初のこの問題用紙のこの状態これをパッて見た時に頭の中で答えが浮かべばそれでいいんですもう十分な勉強だからそれでわざわざ紙に書いて丸つけんでも構わないからいいかなぜひね自分の力で解けるとこまで持っていってもらえたらと思いますでは今回はね高校受験対策の英語シリーズ第3弾やらせてもらいました今回の授業はこれで終わります以上です ました